10番のオリジネーターが2番手、11番カプリフレイバー迫って3番手、前3頭広がった後ろ、4番クルセイズスピリス、6番のプライルード、プライルード外目から追い上げてくる、その後ろに迫ってきた3番ギシギシ、直線に向きました。前は今度は11番のカプリフレイバー先頭に変わったか、その外から6番のプライルード、プライルード一気に伸びる、プライルード抜け出して先頭に変わった、2番手食い下がる11番カプリフレイバー、さらには追い込んでくる4番のクルセイズスピリッツ、間を通って1番の道のギャングも伸びてくる、先頭6番のプライルード突き放した、2番手11番カプリフレイバー差を詰めるクルセイズスピリッツ、先頭プライルードゴリ、3歳馬重賞連勝、プライルード抜け出しての勝利、第29回アフターファイブスター賞を制しました。まあ、あの前走、4キロ、多く57キロで背負いながらあれだけ強い勝ち方をして、今回はね53キロで出れたんで、まあ、自信を持って、まあ、本田騎手もねあのとても自信のある騎乗を見せてくれて、でもう4コーナーでは手応え抜群だったんで、これはねもうぶっちぎるなっていうあの手応えだったんで、それでまあ強い勝ち方をしてくれて本当に良かったです。本当に強い馬が揃ってたんで、まあ簡単ではないなと思ったんですけど、まあ、あのこの馬が実力を発揮してくれたら、まあ、勝てんじゃないかっていう気持ちで見てました。これだけ能力ある馬なんで、JBC に行きたいと私は思ってます。今日は応援どうもありがとうございました。今後とも応援よろしくお願いします。あの状態の良さはとても伝わったんですけど、ちょっと大丈夫かなって思うぐらいおとなしくて、そしてそうですねそこが不安でしたね、はい。レースは絶好位置が取れました。道中の雰囲気はいかがでした？ずっと手応えも良かったんで、はい、まあ、一番いいとこ入れたかなと思いました。では直線もどのタイミングで追い出そうかなとこう待っている余裕もあったんじゃないですか？ゴーサイン出してから の, あのエンジン勢いがとても良かったので、まあ、このまま行こうかなと思いました。金量の恩恵もあったんですけど、にしてもまあ強かったんで、これからまあもっと強いメンバーと戦うことになると思うので、また応援よろしくお願いします。